はようございます、今日の朝のコーヒーはガテマラにしました。まあ、別段このガテマラ云々って言って、意味はないんですけど、まあ、たまたま目についたのがガテマラだったんでガテマラにしました。格言の方は一応脇役も一つの舞台である。まあどうしてもコーヒーこうこだわり始めるとですね、もうどうしてもどうだって感じでコーヒーを、やっちゃうんですよね。で他の人に対してでも俺のコーヒーはすごいぜみたいな感じで、やりたがるんですけど、コーヒーはもっと、気楽に所詮コーヒーですからぐらいのつもりで、ケーキがあったらケーキを主役にしてあげればいいし、喫茶店だったら、ランチがあるならランチでもいいわけですよ。ただ必ずその脇にはコーヒーというものが存在するっていうところに価値があると思うので、その辺をちょっと、語ってみようかなというふうに思います。そして、玉木の、宣伝ですね。サマーギフト、これはあれですね、ベリーベリーと、パナマバンビート農園の、ギフトです。まあこういう言い方なんですけど高級なコーヒーのギフトとなっております。祝還暦、ノンタンですね、還暦ノンタンの、ラベルの、アイスコーヒーの、ブレンドでございます。玉木の高級な豆がいっぱい入ってるアイスコーヒーですね。で、今日からですね、まあコーヒーも、そうなんですけどだんだんちょっと音がなんつうんですかね、綺麗に入ってないという原因を調べることにちょっと、少しは力を入れにはいかんのじゃないかという気になりましてですね。で、実際に、今回とりあえず始めましょう。はい、実際今回からですね、マイクの方向だとか、原因だとか、まあそういうことにちょっともう少し気を配って、ちょっとやってみようかなというふうに思っております。はい、穴を掘りました。ずっとちょっとノイズが入ってたみたいで、それも結局棒も確認もせずに勝手に、動画やってたんですね。その状態ではいかんなと、やっぱもう少ししっかり確認して、やらにゃいかんよなというふうに思いまして、音声とかなんかをもうちょっと、考えようというふうに思いまして、いろいろなパターンで、撮影してみようかなというふうに思っております。で今回マイクは通常使うマイクを使いましてですね、ダイヤルを画面側に持ってきてます。まあ、このダイヤルを画面側に持ってきてるっちゅう言い方自体誰もわかんないわけで、これ自体は僕のメモとして喋ってるだけなんですけどね。はい、お湯が用意できました。はい、真ん中にお湯さします。で今回
音を、気にかけるというのはどういうことをしているかというと、2台のエアコンを止めまして、換気扇も止めまして、音の出そうなものを全部排除しております。ある意味マイクの性能が良くなるっていうことは、あの音を拾うってことなんで、そこら辺をちょっと気にしてみました。はい、ムラシーン入ります。これですね、脇役も一つの舞台である。あのこれまあ本来コーヒーは脇役のもう一つの舞台であるみたいな感じで言うべきなんですけど、つまり、どうしてもコーヒー屋みたいにコーヒーに特化してやってるとですね、コーヒーが全てのように錯覚してしまうんですね。例えばコーヒー専門店にコーヒーを、いろいろなコーヒー屋にコーヒーを飲みに行くという場合は、コーヒーを味わうだけに、特化して人は動いてますよね。だけど普通そうじゃなくて、ケーキを食べに行ったりランチを食べに行ったりとかいうことがあると思うんですよね。でそういう時にまで、コーヒーと、どっちかというとアピールする必要はないと。そういう時は脇に徹して、食後のコーヒーが美味しかったなとか、このケーキに合う、コーヒーが出てきたなというふうな、はい、1分20秒ですね。目立たないような状態で、だけど、あれ？そういえばあそこのコーヒー美味しかったねというふうに思えるような状態でコーヒーを、出すのがいいんじゃないだろうか。つまり主役を殺すように自己主張をする必要はないんじゃないかというのが僕の考えなんですね。コーヒーというのはまあある意味所詮飲み物で、まあインスタ映えもしないようなものでありますから、当然コーヒー好きでコーヒーを、例えばいろいろなところに巡っているような人たち、まあコーヒーのマニアですね、そういう人たちにとってはどうだというふうにやってもいいような気するんですよ。つまりどういうことかっていうと、主張する味を出していってもいいと思うんですね。でコーヒーというのはある意味主張するコーヒーとそうでなく脇で、例えばケーキに合わせたコーヒーだとか主張しなくて、どちらかというと、強調するコーヒーとあると思うんですね。だから、どうだと主張するコーヒーというのは当然基本的には飽きやすいものなんですよ。で、強調するコーヒーっていうのは飽きないコーヒーなんですね。で、これ何かっていうと、例えば昔のラーメン屋さんって毎日食べても大丈夫なようなラーメン多かったような気がするんですね。で、そうじゃなくて今時のラーメン屋さんって結構ラーメンがご馳走になってますよね。つまり、うちのラーメンすごいぜみたいな感じの、ラーメンが多いような気するんですよね。で昔はどっちかというとラーメンは日常みたいな感じで、もう毎日食べても飽きないような普通の感じのラーメンだった気がするんですよ。まあそうでないラーメンもあったんでしょうけど、で僕がこう思い出すラーメンってどっちかというとその普通のラーメンなんですよ。あのラーメン美味しかったなと思えるのはその普通のラーメンなんですね。でそれと同じのがコーヒーにも言えてて、自己主張してどうだというのは
その時こうコーヒーに、目が向いてる時に、飲めば、あ、美味しい、これすごいという話なんですけど、毎日毎日飲んでて最終的にあのコーヒー美味しかったよなっていうふうに思えるコーヒーではないと思うんですね。で、コーヒー屋というのはどちらかというと、そういえばあそこのコーヒーって美味しかったよねっていう方のコーヒーを、作らないと、なんつうんですかね、ずーっと飲んでもらえないと思うんですね。で、ずーっと飲んでもらうということは、長く飲んだ時に初めてあそこのコーヒーってやっぱ美味しかったんだよなっていうふうに思うものだと思うんですよ。だからコーヒーというのはどちらかというと、脇に徹するときは脇に徹しなければ、ならないんじゃないのかなというふうな感じがするわけですね。はい、出来上がりました。はい、コーヒー入りましたね。通常今までだと、マイクの、立つ位置ですけど、真横に立ってたんですよ。それをわざと、立つ位置をちょっと、コーヒー立てる位置で今喋ってるんですね。このマイクの特性からこっちの側の方が、音は綺麗に拾えるんじゃないかというふうにちょっと思ったんでやってみました。この何日間か本当に抽出時間が短く、今日4分切りましたもんね。4分切っても味がしっかりしてるし、お湯の通りは本当に良かったですね。このレンジ、20秒でやってるんですけど、これ20秒いらないですよね。もっと時間短くても、これ時間短くして、例えば10秒でやった時に、今と同じ条件、つまりエアコンが入りっぱなしで、1日過ごすっていうか、夜エアコンも入りっぱなしで帰るわけですけど、それで、今通常、20秒のレンジをかけてるんですけど、これこの時期になってくると、暑いこの時期になってくると今度は逆に10秒の、レンジでもこの抽出時間が、短いまんまでいけるのかなっていうのをちょっと実験してみたい気がしますね。基本的には今味はしっかり出てます。余韻もあるし結構美味しく入ってると思いますね。はい、玉木の宣伝ですね。はい、芸者です。これはふるさと納税とかなんかでも OK なんで、ご利用くださいませ。インドネシア、マンデリン好きの方には、フルセット。これインドネシアのコーヒーのセットになっておりますので、よければ、ご利用くださいませ。ということでですね、今日のコーヒーはですね、こちら、
ガテマラにしました。そして今日の格言ですね、今日の格言はですね、脇役も一つの舞台である。まあやたらめったら主役を目指さずにですね、主役もできるけど脇役もできるよっちゅう方がいいかなっていう気がします。つまり、競技会とかなんかで、優勝を目指すような方はやっぱ主役のコーヒー、つまりその一瞬でどうだというふうにマウントを取るようなコーヒーを、作らなければならないでしょうけど、商売として考えるとあのコーヒーはあれですよね、あの日常のコーヒーじゃないですよね。それよりは、なんとなく、飲んで、なんとなくあれ、そういやあのコーヒーって美味しかったよねというふうに思うようなコーヒーを作っていった方が商売としては成り立つんじゃないかというふうに、思っております。ということで、今日はここまでにしましょう。さあ音はうまく入ったでしょうかね。